バスケットボール男子日本代表で NBA グリズリーズとキャンプ参加のためのエキシビット10契約を結んだ河村勇輝が28日横浜市内で取材に応じた夢の NBA 入りを目指し9月に渡米するいよいよ新たな挑戦が近づきまずは NBA 選手になるっていう大きな目標がある簡単ではない少しずつステップアップしながら 自分自身との戦いにはなってくる。ひと日ひと日、自分と向き合って成長し続けることが大切。昨日の自分より今日の自分、と常に積み重ねながら、真摯に向き合っていければと意気込んだ。また初出場したパリ五輪では、銀メダルを獲得したフランスにあと一歩で大金星まで迫る好ゲームを繰り広げるなど爪痕は残したが、結果的には3連敗を喫した。改めて振り返り。 悔しい結果になってしまったが、日本が進むべき道は間違ってなかったと思える大会になった。この積み重ねが次のロサンゼルス五輪で結果として現れると思う。僕自身は渡米して、いろんな経験をしながら、日本のバスケ界にいいものを還元できればいいなと思うと語った。この日は、同じくバスケットボール男子日本代表で、五輪に大会出場の富樫勇樹、千葉 J が企画したバスケと音楽を融合させたイベント、うなべらゲフェス。に参加、3対3に参加し、トガ樫とのスリーポイント対決では勝利を収めた。